スティバルってこんなにすごかったのか。プロデューサーさん、もっと見て回ろう。せっかく来たんだから楽しまないともったいないって。あー、楽しかった。綺麗な雪像いっぱいあったよな。天使とか有名人とか、あとアニメキャラのも見れたしもう大満足。あ、今ちょっと心配そうな顔したろう。大丈夫、忘れてないって。私たちがあの会場でライブをするってことはさ、そのために事務所でちゃんとレッスンをしてきて、こっちではプロデューサーさんともそので遊んだんだから。さ、プロデューサーさんにはこれでも感謝してるんだ。曲のためライブのためってことで私たちと一緒に北海道を楽しんでくれたこと、ありがとうプロデューサーさん。あ、こら、ニヤニヤするなよ。もうこっちは恥ずかしいの我慢して言ったんだからな。見てろよ、今にそんな顔できなくさせてやるから。誰かを思う気持ちはたとえ自分自身でも止められない。見ててくれよなプロデューサーさん、私たちを信じてくれたその思いに絶対応えてみせるから。